FM La Five。79.5 ナックファイブナックオンタウン、お相手は私土屋修行と澤美代子です。お待たせしました。本日のお客様は、今月の2日にサードミニアルバムライトニングアンプリファーリリースいたしました、あ、サウザンドセイでございます。せいせい、いらっしゃいませ。よろしくお願いします。初めてなので4人チームでございますが、はい、自己紹介をお願いいたします。はい、ギター&ボーカルのマンです。はい、ベース&ボーカルのアキです。はい、ドラムのノンです。はい、はい、マンが、私が、代わりにいます。シンセサイザーのミシェルです。ミシェル、はい、ちょっと喋らないキャラなんで。へー、まあ言うたらロボットみたいな感じですもんね。サイボーグっていうか、まあ、確かに、はい、いい髪型してますよね。ミシェル、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 たまらないね、あの頭。ミシェルはね、うん、いいでしょう、このいい、サングラスして、で、ラジオで喋らない。ラジオっていうメディアをちょっと否定するような、いやいや、はい、で、代名詞だね。はい、僕がやりますんで、はい、で、まあ、初めてなんで、この4人チームは、うん、どういう風に出来上がった4人チームなんですか、うん、出会いとか、うん、そうですね、全員4人とも同じ大学の、うん、同じサークルの先輩後輩で、うん、まあスキーサークルとかじゃないでしょうね。どんなサークルって。まあ大体音楽、ね、イタリア料理研究会的な。ああ、まあ、ああ、すっげえ。なるほど。アピ、音楽のアピ部長。部長、アピ部長。絶対部長じゃない。お願いします。そんな、うん、まあまあ軽音とかなんとかとかそういう。まあそうですね。はい、軽音サークルです。ほうほう、何年前ぐらいにじゃあ。こう、そうですね、知り合ったというか、今なんだろう、当時はみんなバラバラのそれぞれ違うバンドをやっていて、うん、でこのメンバーで集まったのは2005年ですかね、2005年、はい、そうですね、4年前か、はい、で その時からもうミシェルはマスコットキャラ的な。ミシェル、そうですね、徐々にエンターテインメントキャラっていうか、はい、うん、ミシェル受ける。ミシェル、もう本当にサイボーグのように動かんもん。動かない。動かないもん。だから音楽をやるときだけやんな。でその2005年ぐらいに出会ってっていうか、改めてやろうということになって、うん、ね、はい、じゃあそれぞれなんか違うバンドっていうのは違う音楽だったりもしたんですか。あ、そうですね、ドラムののんちゃんとかもともとは、うん、あのソウルファンクミュージックっていうか、のんちゃんそうだったの、はい、すごい黒いのね、バンドやってたりとか、はい、へえ、ブラックミュージック的な的な感じでやってました。的な感じですか。的な感じで、なんか歌も歌えそうな感じやね。歌わないです、全然。ほんとに歌わないよ。歌わないよ。よく歌ってるよ。歌ってないよ、全然歌ってない。超無茶ぶりだよ。ちょっと物質じゃないからな。なるほどな。それぞれ違う。のんちゃん割とソウルだったの。ソウルディーバな、まあドラムやけど。はい。え、アピは？私はポップな女の子です。ポップな女の子やな。そんな感じするね。ポップな女の子だよね。ポップな女の子じゃなくて、音楽好きだった。はい。ポップが好き？ポップが好きです。秋葉原も行けそう。秋葉原も行けそうですか？いいですかね？行っちゃってもいいですか？すげーって人気出ますよね。声もすごい可愛いですよね。本当可愛い声してますよね。まあ部長ですからね。部長ですか？で、まんちゃんはどんな音楽？僕ですか？僕はそうですね。もともとは鋼鉄の音楽っていうか。鋼鉄の音楽。メタル？メタルですね。メタル？おお、それで。キレが悪くて、暗くないです。あ、そう、はい、もともとはメタルが好きですね。いや、てか今でもすみません、好きなんですけど。へぇ、スラッシュメタルとかジャーマンメタルとか。あ、よく分かる。大好き、大好き、大好き、たまんないですね。なるほど、なるほど。このチーム面白いですね。面白いです。そしてサイボーグ、サイボーグミシェル。ミシェルはどういう音楽だったの？マイケル・ジャクソンが大好きです。マイケル・ジャクソン、 TM ネットワークとか。 TM ネ、あー、T.M. マイケルですよ。T.M. マイケル。ミシェル微動だにしないんですけど。そう。でもたまにニヤッと笑うと可愛い。さあ、それでね、ちょっとまあご自身の CD のお話しますけど、もう一個、はい、今日家族で過ごすクリスマスっていうのをやってて、うん、なんかそれぞれのこう家族のクリスマス思い出だったりとか、はい、うん、どっち周りで行く。じゃあ、まんちゃん、はいはいはい、まんちゃんの家族、家族とクリスマスってすごさないですよね。もう
小さい頃とか、小さい頃思い出、思い出あのよく枕元に靴下置くと思うんですけど、うん、あの靴下置いて朝起きたら、うん、靴下の中に、うん、靴下が入ってたってことある。すごい、なかなか面白いお父さんお母さん。へえ、靴下、あったかい靴下、冬に風邪ひかないようにって。あ、そういう感じで。そういう感じ。面白いね。あったかい靴下いいよ。モコモコしたやつが入ってた。そうそうそう。ミシェルは、ミシェルはどんなだった？ミシェルはそうですね、うん、あのなんでそわそわしてんの。そうそう、ミシェルはあのそうですね、ミシェルはあのクリスマスは、うん、あのイギリスで過ごす。イギリスで、あ、ごめんなさい、フランスで。あ、フランスで、はい、ミシェルとなって、そうですね、伝道師ミシェルとなって、そうですね、はい、このアイコンタクトで随分だ。はい、うん、あ、もう本当は違う、本当は違うの、はい、歌えてるかも、教える。じゃあのんちゃんは、私もそんな家族で過ごしたというか、うん、まあ、覚えてないんですけど、うん、私誕生日が1月の正月明けすぐで、うん、だから全部まとめられるんですよ、とりあえず、うん、家族で。だから正月とクリスマスと誕生日まとめてパーティーみたいな感じでやってた感じで、なんかめちゃめちゃめでたいね。めちゃめでたいですか。めでたいじゃない。めでたいけど、プレゼントは1個みたいな、プレゼントは1個みたいな、それが悔しい思い出はあるんですけど、理想の過ごし方としては、うん、今今年ですと、あのサウザンドセイの CD をめちゃくちゃ聞きながら、うん、家族で鍋でもつついてもらえると、うん、最高のクリスマスが送れるんじゃないかな、なんて思ったりしちゃったりします、うんうん、よろしくお願いします。素晴らしいことですね。はい、アプちゃんは、はい、私はポップなことを言うと、うん、頑張ってください。あ、ギャラン願望的に、うん、暖かい部屋でたくさんの種類のアイスケーキを食べたいです。超ポップ。発言も超ポップ。わかるわかる、いい、ね、頭くしゃくしゃってしたよ ね、 ね、 ね、冬にアイスってあるよね。あるある、夏にラーメンみたいな、ね、あるね、はい、じゃあそろそろ曲紹介をポップにお願いします。はい、アーサー&セイサードミニアルバムライトニングアンプリファーからホーリーレイン聴いてください。